お疲れ先生あ、うん、ちょっと先生何可愛いこんな天使みたいな足のハグ拒否ってんの意味不ん呼び出された理由知らないあの指導部のクソババアに呼び出されたのだからダリーって思ってバックレようとしたけど先生なら安心安全だなだって 男で保健室の人だしんとにかく座れ、はあま先生の言うことなら少しだけ聞いてやるよ少しだけな <laughs> で話って何ですか先生は退学 待て待て待ていきなりすぎて話分かんないよはどういうこと読んで字のごとくってうるせえ。説明しろよちょ退学届けってそんなのはどうでもいいからちゃんと納得いく説明してくれよじゃないと無理風紀の乱れに暴力沙汰ってそんな もう友達とも会えないし先生とも嫌だ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 先生なんとかできねえのかよそんな先生はどうなんだようちらいっつも仲良くおしゃべりする仲じゃんか先生なあ は取らないとかそれもそうだよなもしかして <laughs> やっぱり私天才かもねえ先生ここに私の名前と保護者の印鑑だよねにゃ先生明日までに出すから 待っててなよう先生これ退学届書いてきたぜんずい随分素直そうなあだっていちいち無理なことつべこべ言っても無理だからほらこれ退学届もらってくれたならもういっか。 先生本当に細身だねこれは楽に終わりそうあ面食らった顔してんねまったく可愛いな先生説明をしろ分かった説明ねまず私は退学になりましたそして今日退学届を持ってきましたそこまではいいよね それでね、考えたの友達とは会えるかもしれないけど先生とは学校って場所がなきゃ会えないじゃんそれは嫌だなーって思ってそしたらマジ天才的なこと思いついちゃったんだよそれがね先生を足の奴隷にしちゃえばいいんだーってね訳がわからない しが悪いな先生はならはっきり言うけど私という女にしか興味を示さないようにすれば私からじゃなく先生から寄ってくるだろうってこと男の尊厳なんて考える余裕のない奴隷には <laughs> しかも先生細身の男だし落とすのも簡単そうだしだからいっちょやるしかないかと思ってさあれれ もしかしてこれから起こる気持ちいい状況を想像したのかな顔赤いよ <laughs> 雑魚ザコなオスだな想像だけで興奮ってどんだけ期待してんだよド M ただでさえ男って時点で肩身狭いのにそれにド M って <laughs> マジで立場も何もかも弱々だね先生 こんな罵倒で興奮とか、きっしょ。まじない。引くわ。<laughs> ねえ、こんなボロクソ言われてんのに、喜んでる顔してる。そんな顔をあからめながら否定したって信憑性ないよ。腕で隠そうとしても無駄。でも、さえつけちゃってるしさ。 隠したくてもその真っ赤に染まった先生の顔よーく見えちゃってるよフ <laughs> 一番の特等席だねここあお前なんかの言葉攻めに屈するわけがないやるならやれ先生それ逆効果か,かえって足のドイス欲求刺激しただけだから しかも、そんな顔赤いまま言われたらさもう優しくできなくなっちゃうじゃん <laughs> 分かったよなら勝負しようもし先生が勝ったらもう金輪際関わらないでももし先生が負けたらあわしの奴隷兼ペットねこれからずーっとよしならぶっ壊れるまでもて遊んでやっから 天国行き過ぎて昇天すんじゃねーぞクソマゾザコ先生 <laughs>